はい、ご苦労様、はい、お疲れ様でした。ご苦労さんだなって、ね、ね、議会のね、うん、裏側も聞けて、そうでしょう、すごい、もう少し時間あった方がよかったね。そうですね、はい、まあ今回はこれで勘弁していただいて、はい、はいはい、じゃあ今日は平瀬さん、はい、新人さん、はい、お知らせが2つございます。はいはい、どうぞ。まずこちらからいきますね。はい、はい、堀六平さんと一緒に楽しく歌いましょう、はい、がございます。なるほど。日時もお伝えしますね、はい、平成29年4月1日の土曜日、13時半から で、うん、で受付が13時からとなってます。はい、どこでやるの？はい、会場は旧樋口家住宅です。はい、了解でございます。はい、ではもう一個のお知らせいきます。はい、はい、はい、第63回松代、はい、すいません、第63回松代まちづくり研究会、うんうん、3月例会のご案内です。はいはい、でタイトルがですね、うん、一緒に楽しく食事会、うん、地域みんなで子育てをというテーマで行います。うん、はいはい、で日時が平成29年3月30日の木曜日、うん、19時からです。はい、で会場がですね、はい、松代町歩きセンターの伝承館となっております。はい、参加費が無料となっておりますので、はい、ぜひお越しください。はい、そんなことでありがとうございます。はい、はい、じゃあ続いて来週の予告を、はい、お願いします。はい、来週は、はい、335回です。はい、テーマがですね、うん、エコールド松代2017、はい、松代春祭りです。はい、でゲストが松代春祭り実行委員長の吉川純一さんです。はい、パーソナリティがマガリオさんです。マガリオさんでね、はい、お楽しみに。はい、はい、じゃあ来週楽しみください。はい、よろしくお願いします。お願いします。